東京室内歌劇場は日本のオペラ団体である。1969年、畑中良介、栗山正義、若杉博三谷麗治、杉田村夫によって室内歌劇を通じ、今日における劇場音楽芸術の可能性を追求し、もって我が国のオペラ振興に寄与することを目的として創立された。オープンはオルフ、賢い女とガルッピ、 田舎の知恵者。第一生命ホール支配人であった杉田は、読売新聞社に掛け合い教材を取り付けた。美術は若杉が、背をかっぱを引き入れ、衣装は栗山が、小形菊子を引っ張り込んだ。三谷は、友人で、カフェレストラン、ジロを経営する、大木きひから有志を取り付けた。伴奏は、小林道夫が工夫を加え、理事会員には、川端康成、 中村慎一郎、堀太子といった文化人が名を連ねたという。運営は1976年より会員5 0による運営委員会によってなされたが、2011年に2億円を超える補助金の不正受給が発覚。団体の存続も危ぶまれたが、2013年6月3日に一般社団法人東京室内科劇場が設立され、現在は、 オペラコンサート公演のほか、カルチャー教室や各種セミナーなども開催し、外部団体、企業、教育機関等のオペラ、コンサート公演制作受けを業務も行っている。一方、それまでの任意団体東京室内歌劇場は、会員からの会費の徴収業務に専念していたが、2020年8月に事業を停止、同年12月23日に、 東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。講演回数は2018年末日までに229回を数える。出展、公式ウェブサイト、ありがとうございます。